Buongiorno! 今日は私、すっぴんでございます。あ、ごめんなさい、間違えました。ほぼすっぴんです。ちょっとだけ眉毛を薄く描きました。はい、今日はパパッとメイク動画と、今日の夜実は女子会があるんです。なので女子会の様子もお届けしていきたいと思います。で、なんで今日メイク動画を撮るかっていうと、じゃじゃーん、見てください。これはね、新作の口紅なんですけど、なんとこの口紅、私のイタリア人のお友達がプロデュースしたんです。イエーイ。しかも名前はエリカ。彼女はなんとメイクアップアーティストでもあって、 YouTube でもメイクの動画をたくさん載せているし、本当にメイクの先生でもあるので、ミラノとかトリノのメイクの学校で講師をやっている方なんです。とてもすごい方なんですよ。で、さらにエリカは日本語を勉強してまして、私実は日本語講師もやってるんですけど、そう、名前はエリカなんですけど、アーティスト名はエリキオバって言います。なので YouTube も、Instagram もエリキオバで概要欄に載せとくので、ぜひぜひフォローしてください。ちょっと早くすっぴん隠したいんで、まず日焼け止め、真心ミルク、超可愛くないですか。これはお友達にいただきました、お土産で。これを簡単に塗っていきます。はい、で、 BB クリーム最近使ってるのはユニークっていうブランドの BB クリームです。でもこっちね、結構色が白くて、こっちで私ちょうどいいぐらいでした。そしてファンデーション、セフォラのを使ってます。そう、今日はね、そのエリカの新しい新作の口紅をどうしても使いたくて、それでメイク動画を撮ってます。後で全色お見せしますが、結構ね、奇抜な色もあって、そういうのも使いこなせるようにメイク上手くなりたいな。なんかね、水色みたいな色もあった気がする。で、私目の周りが結構クマがあったりシミもあったりして結構気になるので、なんかいろんなコンシーラーを使い分けてシミ隠しをします。これはセフォラので、で、これはそのユニークの、これ結構伸びがいいです。とあと、これはマックのですね。いろいろ使い分けてます。今日の女子会はですね、なんとそのエリカも来ます。エリカに口紅つけてきたよって見せたくて、で、うん、で、他のメンバーはなんと日本人のお友達で、でエリカが日本語でやっぱ会話をしたいっていうので、今日はエリカだけイタリア人。そう、エリカすごい頑張ってるよ、本当日本語ちゃんと宿題もしてくるし、すごいやる気がある、あの子は。はい、ここからどうしようかな。エリカのエリキオバーチャンネルを見てもらったら分かると思うんですけど、エリカってもうまさにその海外メイクみたいな、もうすごいですよ。カラフルで、まあ、全部の動画がそうじゃないけど、すごいもう色もはっきりしてて、まあ、それは似合うんだよね、エリカはやっぱり。で、本当イタリア人って結構その夜食事に出かけたり、夜飲みに行く時って結構気合い入れて服装とかメイクが変わる人が多いんですよね。だから私も今日どうしようかな、気合い入れてイタリア女子会メイクにしようかな。これ結構全部好みの色でよく使ってます。これドンキで買ったアイライナーすごく良かったです。ちょっと終わりかけなんですけど、まだ出るかな。で、イタリア人の女性はね、結構その濃いメイクの人はもうピーってこう釣り目メイクですね。垂れ目とかあんま概念ないと思うし、釣り目メイクの方が流行ってるんじゃないかな。ミラノに住んでる、一回一緒に動画撮ったんですけど、シャンティちゃんもアイメイクすごかったです。本当にピーってここまでアイライナーを描いてましたね。イタリアに住んでたら、やっぱイタリア人の人から日本の何が恋しくなるのとかよく聞かれるんですけど、私がやっぱ一番恋しくなるのは日本人と話すこと。あれがやっぱね、私にとってはストレス解消にもなるし、一番楽しいし、しかも女子会だし超楽しみ。
チーク、これを使ってます。じゃーん、可愛くないですか。実はこれもエリキオーバーがプロデュースしたチークなんですよ。見てください。じゃじゃん、こんな感じです。実はね、今日ね、その女子会に来る友達でお誕生日の子がいて、その子の誕生日プレゼント今日渡すんですけど、これも実は中身がこれの色違い、これを今日プレゼントするつもりで、でしかもエリカもいるし、ちょっと超楽しみで、エリカに直接教えてもらったんだけど、なんかこれをちょっととこれをちょっとでこうして下の方にくる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 していって、で次ここのピンクを上の方にまたくるくるして塗るんですって。でそしたらちょっとブラシ変えよう。そしたらこれをさらにこの部分に入れていくと、なんかツヤが出てきた。今こんな感じです。口紅これから塗っていきます。じゃーん、これが全色です。10色あります。エリキオーバの新しい口紅、毎日使えそうな色もあれば、ちょっとこの辺ね、変わった色もあって、ちょっとこういうのあんまつけたことないから、どんなメイクに合うんだろう。でも楽しみ、ちょっとこういうのにも挑戦してみたい。なんか多分普段だったらこの辺を使いたいんだけど、まあ今日は夜だし、あ、これもいい色だな。でも多分もうちょっと濃いめの方がいいかな。いい香りもする。あのね、今一回ちょっとサムネ撮ったんで、サムネ用に口紅を軽く塗ったんですけど、これじゃないやつちょっと一回撮って、また濃いやつをつけてみようと思います。リップクリームなんですけど、薬用とかではないけど、このジバンシーのこれを使ってます。これすごいです。なんか保湿力があって、若干うっすら、本当にうっすらピンクになってで、ちょっとぷっくりなる気がします。で、いつも口紅を塗る前にいつもこれを塗って、でね、このケースやっぱ可愛い。私ターコイズブルーが大好きで、もうこのケースのデザインも私本当に惚れたわ。この色にしてみます。あ、結構はっきりつく。多分このメイク日本だったらうわって感じかもしれないけど、イタリアは本当に夜は全然これくらい濃くていいです。いい感じじゃないでしょうか。女子会なんでめっちゃ楽しみです。そちらの様子も引き続き最後までご覧ください。はい、結局こんな感じのコーデにしました。このサンダルお気に入りです。エリカさん、はい、頑張って日本語女子会です。女子会です。そう、女子会わかります。女子会わかる。すごい。自己紹介してる。とりあえず乾杯したよ。はい、じゃーん、ピザ来ました。私はブラータがポンって乗ってるやつを頼みました。わーい、女子会でもやっぱりピザは1人1枚いただきまーす。じゃーん、ブラータトロトロです。すごい、日本語で書いてる。ピッコロよ、シーピッコロよ。うまい。チェラハイ、チェラハイ。おお、ペカリーナ、ペカリーナ。そしてさとこちゃんもお誕生日おめでとう。オッケーでいい。かわいい。はい、お腹いっぱいです。ビデオかい。そうだよめっちゃ外綺麗、キラキラ。今からでもジェラート食べ行こう。はい、イタリアはジェラート屋さんが夜中の12時ぐらいまで開いてます。12時ぐらいまで開いてます。
暑いね。はい、あんな感じで中にジェラートが入っているので外からは見えないんです。